始まるよ。はい、皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ガビーママです。今日はちょっとですね、拝み行くですね、やっと落ち着いてきまして、あともうほぼもう終わってると思います。うん、何匹かはまだ尻尾抜けてる子もいるけども、ほぼね、7割ぐらいかな、終わったかな、もうほとんど終わってると思います。うん、もう、いやー、ほら尻尾もね、綺麗なの生えてきてるでしょ、この子も、ほら生えてるの、チルの尻尾も、チルの顔もお母さん見つけたよ、撮ってないけど、ほらみんなね、尻尾綺麗になってきてるでしょ。ただ何匹か黄色い子がまだね、尻尾ね、ちょっと2本か3本ぐらい落ちてたんで、だからどの子かな、見たらわかると思うんですけど、あの真ん中にやっぱ長いのかな、これ2本だから、これね、まだ1本もう1本かな、2本2つ生えてくるはずなんですよ、これこれね、これ、それが1本の場合は1本も1本は、これもね、不思議でね、全部ね、2本ともポンと抜かないのね、まあ、1本ずつ抜いて、1本生えたなーっていう頃また1本抜いたりとかね、してる子もいます、うん、で大体2本、あ、まだここはちょっと揃ってないんで、まだね、わかりますか、これ2つあるの、これ、ね、これが2本ちゃんと生え揃ったら、もう顔がほぼ、あ、面白いね、これ1個しかないの、ということですね。ゆきちゃん、なんかゆきちゃん髪乱れてますけど、これゆきちゃん髪、まあですね、ちょっとよーく観察するとですね、この子たち今ね、もう11月になってるのに、まだ顔が続いてるという前代未聞なんですよ、これ、うちではね。まあ、いつもは夏前に終わって、まあ、春、それで、まあ、すべて終わった頃、冬中にバーッとするのが通例なんですけど、この子まだ1本だから、この子も1本ですね。一本の子はまだ、だからこの尻尾がちゃんと二つちゃんと、この子もですね、この子も一本でしょ、これ伸びますか、もうちょっとで伸びるけど、この尻尾がですね、ちゃんと伸びて美しい、尻尾にならないとですね、刺激が始まらないということです、皆さん。ですね、うちの子たち顔も終わったのに、まだ刺激しないんだよっていう感じか、でもこの尻尾見てあげてください。うん、あとね、あの体の方の羽毛はわからないです。一番見やすいのがその尻尾、これがちゃんと生え揃って、それから体調っていうかね、それ完璧ですから。それから、お金の、タイミングっていうかね。それで、判断するんだけども、多分飼い主さんたちは、飼ういつ終わったかわかんないっていう方がいらっしゃると思います。
尻尾。尻尾が完全に2つピューッと伸びた時点で、カウンが終了ということにしてください。その間ですね、多分細かい羽毛みたいのがね、ポロポロポロ、それもね、まだちょっとなんて、綿みたいな羽をね、こう、出てくると思います。なんで、事実上は、まだ顔が終わってないっていうことなんですね。顔の、羽がね、随分少なくなったって言ってね、喜ぶんですけど、それは抜けてるだけで、あと生えてきて、完了なんでね。ちょっと私もね、口が回らなくなってきた。そこまでが顔の位置に入るんで、皆さん。どうですか皆さんとこの、手帳が。これ何や、これもまた中途ですね。これチルもね、全然中途でしょ、ほら。ほらほら。ね。この子はもう完璧に終わってます、ほら。ほら。この子はね、耳。この子は完璧に終わってるので、産卵しましたけど、ちょっと、無精卵だったですね。多分ですね、なんか、なんていうのかな、やっぱりここ団体で暮らしてるから、こう、産卵モードーみたいのがあって、そういうのが一斉にスイッチ入っちゃう。スイッチ。この子もほら。この子も一本だけですね、産卵っていうのは。この子がですね、子育てをしないってことはないんですね。うちの、あれですから、稼ぎがちです。それおかしいな。まあここでね、3匹ね、この子が男の子で、この子と女の子、あの子、女の子なんですよ。これ3羽でね、ペアなんですよ。まあ多分ここにいるのかな、これ。狙ってるところ。この子がね、ホープですよ。ホープちゃんのなんか目がね、これね、なんかいつもこんな感じ。なんか痒くて描くんだけど、多分うまく描けないんでしょうね、きっとね。それでこういう風になっちゃうのかなって。でとりあえず目の方法は、まあ、いつもこんな感じなんで、ひどくもならず、まあ、ほらね、血出てるでしょ、こっちが。ほらもう困りましたね。まあこういうのはですね、私ずっとね放っておきます。うまく足が曲がってるから勝てないもんだから、多分ごめん。なんかさ、起きた時さ、腰痛くてさ、びっくりしちゃった。初めてほら、いやー腰痛いとか思って、もう半分ちょっともう腰折れながらちょっと歩いてたんですけど、なんだろうこれ、腰特になんかしてないっていう、してないんだけど、なんかしたかな昨日。しましたね、はい。畑をちょっとで片付けました。まあその程度で腰が痛くなる年齢ですね、もうね。まあそういうことで、カーブ終了の見極め方です。では皆さん、またねー。バイバイ。